はい、どうも、こんにちは。レースプロスペースやっていきましょう。というわけで、今回はこちらでございます。はい、というわけで、今回ですね、ついに本日登場となりました、2018プロスペセレクション第2弾、こちらでございます。はい。昨日ですね、予想動画の方をアップしたんですけれども、なんとかギリギリ間に合ってよかったですね。はい。で、まあ、その予想なんかと照らし合わせながら、今回のラインナップを見ていきたいと思うんですが、まあ、ガチャの内容とか、ミキサーとかに関しては今回も一緒でしたねと。で、あとスコアボトル中断になってたんですけど、今日から開催となってますというところですね。まあ、スコアボトルに関してはちょっとまた別の動画でお話ししようかなというふうに思うんですが、まずはもうね、このセレクション見ていきましょう。はい。さあ、ということで、まあ、予想がどれぐらい当たったのかというところなんですが、まず1人目、石川修太選手でございます。ここは的中いたしました。9位73、制球69、スタミナ70という能力で出てきましたと。B 級種以上が2つかな。で、1、2、3、4、5球種持ちの、素晴らしい能力でございます。先発長継ぎどちらもいけるというのも非常にいいかなというふうに思います。伸び20丸持ちでございます。はい。まあ、今シーズン本当にね、ソフトバンク投手陣結構離脱がある中、頑張った投手の1人だと思います。はい。で、西武秋山選手でございます。まあ、大本命が浅村選手と予想していたんですが、秋山選手が出てきましたと。うん。まあ、ここは一応そうですね、第2番手予想にはしてありましたが、秋山選手でしたと。センターの守備が A の弾道、高弾道で、ミート86、パワー79、走力76という能力でございます。で、なんといってもパワーがプラス1だけで A に乗るというところは非常に魅力的かなと思います。もう称号次第で圧倒的にミートパワー AA が狙えるとなりますので、まあ、特に柳田選手を取れなかったよという方とか、まあ、柳田選手を DH で使ってセンターは秋山選手が使いたいという方であれば間違いなく取りに行きたいところかなと思います。個人的にも狙いの一人です。で、楽天今井選手出ましたねと。ここも予想が当たりました。はい。ファーストの守備 C ラインドライブのミート72、パワー68、走力66という能力でございます。で、まあ、守備がこんな感じでファーストサードができるよという感じです。で、超ラインドライブ持ちですねと。うん。まあ、ここに関しても、通常の選手に関しては、ミートパワー、走力が全同値だったんですけど、そこがさすがに崩れましたと。ミート型ですね。うん。まあ、ミートパワー、同値も、コンタクトヒッター、違う、圧倒的なパワー、違うな。ミスターフルスイングか。ミスターフルスイングで狙えるという感じです。ミートが71に下げて、パワーがプラス3で、71に持っていければ、ミートパワーの同値がいけるという感じですね。で、オリックス吉田正尚選手でございます。ここも予想が当たりました。レフトの守備 D の弾道アーチスト、ミート79、パワー78、走力65という能力でございます。まあ、オールスターでもね、本当にホームランダービー含めてすごい活躍をしてくれました。で、まあ、ミートパワーそれぞれ、称号で A に持っていけそうな能力であるので非常に魅力的かなと思います。うん。まあ、個人的にも吉田正尚選手はずっと欲しい選手の一人ではあるので、まあ、当たったら使いたいなと思ってる選手の一人です。で、日ハム上沢投手出ましたと。ここはマルティネス選手本命予想にはしてましたが、まあ、この上沢投手も出るかもなっていう悩んだ一人ではありましたね。まあ、上沢投手の選出は間違いなく納得ですね。はい。で、9位スタミナの同値で出てきてますが、球種がこんな感じと。うん、通信を持ってるので対人戦でも生きるかなと思います。DeNA の東選手もセレクションの中で、まあ、通信持ちだったんですけど、まあ、非常に使い勝手が対人戦でもいいので、まあ、この上沢投手も間違いなく強いと思います。はい。まあ、A ランクね、取っておかないんですかみたいなコメントとかもたくさんいただいてた選手だったんですけど、うん、まあ、取っとけばよかったなっていう部分もありますが、まあ、当たったら使いたいなっていう選手ではあります。はい。ロッテ、中村翔吾選手でございます。はい。弾道中弾道、ミート74、パワー72、ストローク74という能力でございます。ロッテに関しては、荻野選手を予想してたんですけど、まあ、第2候補に挙げた中村選手が来ましたと。うん。まあ、やっぱりこの守備ですよね。守備、ファースト、キャッチャー以外全部いけるっていうところは非常に魅力的かなと思います。超チャンスメーカー持ちですね。うん。まあ、ここに関してもロッテ枠の選択肢に一つなるんじゃないかなと思いますので、しかも全動値も狙えそうですし、うん。非常に使い勝手いいかなと思います。で、広島、大瀬良選手でございます。なんかこれすごい写真似てるな。コラガで提供していただいた写真とすごい似てるなっていう感じなんですけど、今予想当たりました。9位制球の同値。スタミナも2上がりできればっていう感じですね。はい。球種もこんな感じですと。1、2、3、4、5、6球種持ちで中継ぎもできるので、まあ非常に使い勝手いいんじゃないかなと思います。はい。うん。こう、まあベストナイトタイトルホルダーとかも出てきそうな選手ですね。で、阪神メッセンジャー選手、ここも予想当たりました。9位 A81、制球73、スタミナ87という能力でございます。球種が4球種なんですけど、B 球種持ちが2つ、B 球種に2つ持ちなので、まあ、非常にいいかなと思います。個人的にも当たれば限界突破が5回進む選手でありますので、欲しいところではございます。で、DeNA、ロペス選手が来ましたねと。うん、ここに関しては都合選手とどっちかなって感じはあったんですけど、
ロペス選手が来ましたと。うん、で、まあ、2年連続ですね、セレクションに関してロペス選手に言うと、うん、ロペス選手に関しては2年連続で選出。そして通常選手に関してはミートパワー AA ではないんですけど、まあ、パワーだけ A か、ミート B パワー A という能力だったんですけど、デフォルトから乗せてきたよと。で、よかったですね、同時チャレンジやってなくてよかった。まあ、ちょっとチラホラとシリーズ1のものに先にやってた部分もありますが、まあ、純正最強決定戦前に、うん、ここは同調を絶対狙いに行かないといけない選手ではあるので、頑張ってやっていきましょうという感じです。はい、でファーストの守備 B が変わらずで出てるので、非常にそこも魅力的かなというふうに思います。ファーストの守備 B の現役選手って実はなかなかいないんですよね。うん、なのでこのロペス選手は非常に貴重かと思います。で、巨人山口選手出ましたねと。まあ、ノーヒットノーラン達成もありましたし、まあ、巨人の予想を1番手マシソン選手にしてたんですけれども、まあ、山口選手が出ましたと。うん、まあ、この文句ないですね。 QA も狙えるので非常にいいかなと思います。 DNA のものに関してはちょっとミキサーにさすがにかけたんですけど、まあ、山口選手も一つ今回の目玉になるんじゃないかなというふうには思います。で、中日鈴木選手でございます。キュア74、制球59、スタミナ61という能力でございます。うん、ちょっと昨日かな、負け投手になってしまったりもありましたけれども、前半戦本当にフル回転でね、頑張ってる投手だと思います。てか前半戦後半戦は含めてルーキーながらよく頑張ってるなと本当に思います。まあ能力的にはこんな感じで、あとは覚醒で取ってる方もいると思うので、まあ、そこでね、まあ、田島選手とか東選手みたいな感じで、使い勝手がいいよって方もいるんじゃないかなというふうに思います。はい、うん、まあ、ここも中日枠の今後一つ選択肢になりそうな選手ですね。で、ヤクルト山田選手来ましたねと。まあ、ここはねアニバーサリーで出てほしいから今このタイミングで来るなっていうコメントとかもね、昨日の動画とかにもあったりしたんですけど、証拠次第でミートパワー総力全動値狙える能力です。非常に魅力的ですね。で、個人的に山田選手に関しては去年のシリーズ2全く手に入れられてなくて、シリーズ1から手に入れられてないので、ぜひここは狙っていきたい選手でございます。はい、ということで今回やっぱり第2弾の方が魅力的に個人的にはなったかなと思います。うん、限界突破が5回進む選手という面でも、秋山選手、吉田正尚選手、メッセンジャー選手、ロペス選手、で山田選手というところで 1,2,3,4,5 人かな、ほぼ半分ぐらい限界突破5回進みますので、まあ、軽症で進む選手が大半ですが、嬉しい追加になったかなというところではございます。でもやっぱりまずは、うん、こうですね、ロペス選手を絶対狙っていかないといけないかなというところでございます。去年はね、残念ながらロペス選手の S ランクセレクションで引くことができなかったんで、今回もね狙っていきたい、今回こそ今年こそは狙っていきたいなという感じでございます。で、今回も大ちゃんに引き続きまして一気に最初から100連やりたいと思います。いやー、もう第1弾みたいなね、闇にはまることは闇にしたい。本当に前回は300連回してますので、まあ、今回は本当にそこまでには終わりたいなというところでございます。9回以下なら S ランクが 30% で、セレクション10回以上なら 100% という感じなので、まあそうですね、通常選手引くぐらいなら S 引かなくてもいいけど、まあ、ここで100連までの間に4枚開きたいな。せめて確定以外で1枚セレクションいきましょう。まず10連目、さあ最強決定戦の命運を分けると言っても過言ではないこのセレクションガチャですね。もうおそらく最後の追加になるでしょう。まあ、途中で追加、その最強決定戦の初日とかに追加がある可能性はあるなと思ってますが、おお、1枚目から A ランクいいね、幸先がよろしい。小林選手最近よく出るな。大城選手、平沢選手、小林選手からの野上選手、まあいいでしょう。まあ、今回セレクションで出てる上沢選手とか大瀬良選手あたりの A ランクとかをね集めておきたいななんていうふうに思います。いや、上沢選手ちょっとミキサーにかけたり特訓に混ぜたりしたのちょっと本当にもったいなかったな、やっぱ今考えると。さあ20連目、今回ちょっとテンポよく引いていきましょう。まあ確定以外は100連目以降に取っておいてもいいんですけれども、でも100連で4枚は引きたいわ、本当にお願いします。おー、ドリス選手、まあ、ここは称号用に取っておきましょう。はい、ありがとうございます。まあ、極意書もね結構純正最強系テストのために使っていきたいと思ってますので、まあいいでしょう。はい、ということで購入3回目 S ランクプロスピセレクション、まず1回目の確定ですね、お願いいたします。さあ、でもまあ3回確定がある中で狙いの5選手1人ぐらいは引けるんじゃないかなと思ってますけど、まあ、前回同様岸選手も限界突破5回できる選手で引けたんですけど、まあ、結局最終的にはミキサーにかけてしまったんですが、まあ、そんなパターンもロペス選手が取れない限りは絶対に出てくるとは思います。いいですね、確定以外で自チーム A ランク、ありがたい。さあ
確定の1枚だけでしたね。30連では行きましょう。お願いします。まず1回目来い。おー、セラ大地選手が来ましたよと。 OK でございます。大瀬良選手はちなみに何枚あるんだろう。一応見ていいですか。一応ちょっと見ましょう。大瀬良選手も地味に当たってて結構取ってあると思うんですよね、前半戦の活躍を見て。と思ったらボックスに1枚もなかった。あれ、マジか。大瀬良選手取ってないか。大瀬良選手の A ランクがないか。あれ、取ってたと思ったんだけどな。丸選手はめちゃくちゃ当たってるんですけど、大瀬良選手の A、 あ1枚だけだ。あれ、マジか。全然取ってないか、もしかして。大瀬良選手の A ランク、まあでもミキサーかな。とりあえず今現状のそのロペス選手とかのあれを考えると、まあ、ロペス選手が引ければまた話は変わってくるんですけど、大瀬良選手の A ランクはまあ混ぜてるかもな。ちょっと最強決定戦のタイミングで A ランクが本当に枯渇してっていう状態ではあったんで、大瀬良選手混ぜてそうですね。あー、残念、残念パターンですかねこれは。そうか、意外と持ってないんだな、大瀬良選手も。まあしょうがない、 OK です。さあ40連目いきましょう。まあもうこれとりあえず大瀬良選手は、まあ、セレクションのものを使うことはなさそうなんで、まあ一旦ミキサー候補かな。でも前回も鈴木誠也選手引いたし、広島運が最近すごいな。広島阪神運がやばい気がする。いきましょう。まあ阪神運というところで言うなら、今回メッセンジャー選手個人的には大当たりなんで、ぜひ出ていただきたい。おお、坂本選手の A ランクですね。ショートの追加も遅かったんでね、なかなか A ランクショート引けないよという方もいるんじゃないかなと思いますが、ここでショートの坂本選手。でもどちらかというと大和選手の方が欲しかった。さあ50連目折り返しでございます。いきましょう。頼みます。どうかな。ここまで確定は1枚、確定以外は1枚もなし。でも言ってもちょっとグレードアップとかその前のガチャとかで結構確定以外引いちゃってはいるんで、揺り戻しが来てはいるんだよな。秋山選手も称号用ナイス。セレクション第一弾は本当に闇にはまりましたからね、又吉選手。うん、50連ここまでは確定1枚のみ。さあ2回目の確定いきましょう。60連目でございます。いやー、そろそろ自チームを本当に確定で引かせてくれ、頼みます。いきましょう、お願いします。1回目の確定は大瀬良選手でございました。2回目の確定はどうでしょうか。演出が全然来ないな。おきちゃん頼むよ、調子くん頼むよ、お願いします。松井選手、松井選手も頑張ってほしいな。頼む。6枚目でディクソン、うん、確定のみ。いきましょう。この秋山選手でも OK です。頼む。ロペス、ドスコイ、ドスコイ、ドスコイ。まあドスコイに関してはね、バーサス、プロ野球バーサス、このプロスピの動画で言うのもどうなのかなと思いますけど、プロ野球バーサスの動画の中でめちゃくちゃドスコイ出てくる動画があるんですけど、ちょっとそれ概要欄貼ってくんでぜひ見といてください。見てない、バーサスの動画見てないよって方もいると思うんですけど、いやあれはマジでね、ガチャ動画という中では多分もしかしたら一番の神回かもしれない。ちょっとネタバレを完全に言ってる中での動画になるんですけど、まあ、ネタバレを言っている中で見ても面白い動画になると思うのでぜひ見てください。お願いします。お、割れた。あとは 30%、 頼むぞ、頼む、マジ頼む。来い。笠原慎之介選手、通常うながっす。くそー、30。おー、坂本選手2回目。小笠原選手の A ランクからの S ランク小笠原選手。なるほどね、そういう煽りですね。エキサイティングの小笠原選手とかもね、欲しかったっちゃ欲しかったですけど、でもまあ対人戦が強いんですよね小笠原選手。うん、なんでいやー、まあしょうがない。 30% の壁、まあいいでしょう、出ただけありがたい。さあ80連目いきましょう。頼む、お願いします。あー、でもどうせ出るなら100連目で出てほしかったな。お願いします。ここまででもまあ広島、巨人、中日とセ・リーグの選手が出てるんで、流れ的にはそろそろ横浜が来てもいいんじゃない。お願いします。頼む。
お、おー、マタヨ選手めっちゃ A ランク今回偏りやばくない？100連までで2回同じ選手出るパターン多すぎるでしょ。さあ、おー、佐野選手嬉しい。オッケー、これはありがたい。まあ限界突破というか、まあそもそも S ランクまで出てないですけど、いつか出るでしょう多分。オッケー、うまいでしょう。はい、実質 S ランク。さあ確定最後でございます。ここでロペスが引けないとまた闇に突入していく感じですね。いや頼む、マジで本当に頼むわ。本当にロペス引きたい。頼む、お願いします。頼む。もしロペス引けたらどうしようかな、まあ、その辺はまた引けたら考えましょう。頼む、ロペス来てくれ。頼む頼む、本当に頼む。来ないか。さあ行きましょう。90連目確定最後でございます。頼む、12分の1、お願いします。来い。まあいいでしょう、秋山選手 OK でございます。はい、まあ狙いの選手の一人ではありますが、いやでもまあこの秋山選手に関しても、まあ狙いの一人ではありますが、最悪の最悪はかけないといけない選手ですね。うん、まあ一応その12球団オーダーのバランスで考えていた時に、ミート型の選手は結構余っている状態では多分あるので、うわー嬉しいけどな。秋山選手自身はそのスピード200アップですし、嬉しいところでありますが、まあとりあえず確定までは3枚確定のみという感じでした。はい、じゃあラスト100連目いきましょう。今回ラストの100連目です。あー頼む、お願いします。100連目。いやー結局今回も確定では終わらなかった。マジかー、終わりたかったな。確定で終わりたかった。頼む、100連目。おお、割れた、来た、セレクション確定、来た来た来た、100連目できた。頼む、もうロペスセレクション確定した。ロペスドスコイ、ドスコイ、ドスコイ。いやー、まあいいです、来てくれただけありがたい。ドスコイドスコイドスコイ。いやまあいいでしょう。いやー、やっぱなんだろう、ドスコイがピックアップされてるガチャ、本当にドスコイを引き寄せる力があるのかな。ドスコイまあいいでしょう、 OK です。まあでも出てくれただけ本当にありがたい。とりあえずこれでセレクションが4枚、出た形になりました。なので、まあ、最悪秋山選手も混ぜて考えるとすると、一応は4枚、あと1枚集まればロペス選手は確定という感じになりました。はい、いやとは言ってもね、今回本当に欲しい選手は多いので、まあもうちょい行きますか。とりあえずもうちょい行きましょう。でまあイベントとかでも当然ながらセレクションは手に入らないので、うん、まあガチャで手に入れるしかないですね。ドスコイドスコイドスコイ回でしたという今回でございました。いやでも鉄人選手、山田選手とかも欲しいな。マジで欲しいけどな。え、でもファーストも一応 E あるんだ。あれ、もともとファースト E なんてあったっけ。ファースト E なんてありましたっけ。ちょっとすごい今冷静になって考えるけど、ファースト E なんてあったのか。あ、あったんだ、気づいてなかった。ファースト E、 サードはなくなってるんですよね。いやーでもこの山田選手めちゃくちゃかっこよくないですか、マジで。でもアニバーサリーで出ないことはもう確定したし、いやでもベストナイタイトホルダーは 100% 出そうですからね。どうなんだろう、まあ、難しいところになりますけど、まあでも欲しいな、欲しいなっていうところではございました。はい、ということでまあとりあえず今回はベストナイタイトホルダーセレクション第2弾もね、100連一気に回したよという動画でございました。ぜひぜひですね、まあセレクション第2弾皆さん多分回す方も多いと思います。今回のこのラインナップなら回さざるを得ないという方も多分いると思います。うん、山田選手も出ましたし、ロペスも欲しいしとか、吉田正尚選手も欲しいし、秋山選手も欲しいしと、多分まあ狙い結構皆さんと被ってると思うんですけど、まあぜひね、引いた方は結果を、引いてない方も狙いをね、ぜひ教えていただければというふうに思います。はい、ということでまあとりあえずセレクション第2弾に関してもこの第1回の100連では終わらなかったので、まあちょっとまた追加回しですね。とりあえず次回、まあ明日になると思いますけれども、まあガチャ動画をお楽しみにしていただければというふうに思います。はい、まあそんな感じで今回の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね、これからもプロテスさんの動画楽しみだよ、100連楽しかったよという方はぜひぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
まあ、スコアバトルに関しては早ければ今日遅くても明日ぐらいには動画出したいなと思ってます。そして今日お昼にもうすでにもう一本ねプロスペースの動画出してますので、ぜひぜひそちらの動画見てないよという方はぜひそちらの動画もね見ていただければというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。